慶応義塾大学の伊藤彩です。それではスカジャン特派員からのメールをご紹介します。横須賀でブームになっているチーズモックという食べ物があるそうです。いろいろなイベントで売っているそうですが、どこに行ったらいいか詳しいことがわからないので調べてください。ということで今回のテーマは横須賀の新食感チーズモックです。チーズモック、チーズわからない、モックが知らない、知らないですね。知らない。堀さん知ってんじゃない？ヨックモックと関係があるんですか？ヨックモック、ヨックモック、ヨックモックかどうかは VTR どうぞ。どうだ。私は今県立大学に来ています。横須賀で今ブームになっているチーズモックという新食感の食べ物があると聞いてやってきたんですけれども、早速探してみたいと思います。早速調査開始です。住宅街という感じでなかなか見つかりませんでした。しかしみんなが知っているあるものを発見。ミニの末広さんじゃないですか。あのこの辺にチーズモックっていう、あの今ブームになっているもの、食べ物があると聞いてきたんですけども、ご存知ですか？それ多分うちの父親ですね。父親、末広さんのお父さん、どこにあるんでしょうか？うちのお店に、まあ、お父さんにあるんだと思うので、はい、行ってみてください。チーズモック、お父さんすごいですね。セルマさん、早速行ってみたいと思います。ありがとうございます。有力情報を得て肉まん屋さんのすぐ隣にある中華末広にやってきました。40年間この場所で続け、地元の皆さんに愛される名店です。そしてこちらが中華末広2代目太田義明さん。チーズモックってどんな食べ物なんですか？あのですね、うどん粉の上にあの鶏肉とカレーの味付いた鶏肉と、それとマカロニが入ったりとか、あ、いろいろなものが入って、で、最後にとろりとろけるチーズですか、それを入れて包んであるものなんです。はい。中華屋さんなのにどうしてチーズモックを作ろうと思ったんですか？あのいろいろなイベントに出店しているうちに、私も何か一つ作ってみようかなっていうので、新しい商品を作ってみようっていうので、約半年ぐらいかけて、でやっとこさっとこう商品が出来上がったというわけなんです。チーズモックを食べたいんですけど、食べれますかね？あのいつもですね、イベント会場とか、あのシーレックスの野球場の時にですね、あのそういうイベントに出店しながら皆様に召し上がっていただいてるんです。で今日は特別にお作りしますので召し上がってってください。こちらがチーズモックに必要な材料です。まずはマカロニ、チーズ、カレー味のお肉、そして半年間かけて作ったこだわりの生地です。これは今カレーの味をつけた鶏肉なんですね。あ、マカロニだ。はい、もう女性が大好きだね。大好きです。美味しいやつだ。チーズが、これもたっぷりめで、あ、たっぷりめで、わかりました。あ、いい匂いがしてきましたよ。はい、いいよ、きつねかかってます。はい、もうガブっていっちゃっていいですか？はい、サクッと落とした。おいしい。外側がパリッとしてるんですけど、まあ、それがよくあるじゃないですか。中にマカロニとそしてお肉とチーズと一気にとろっと、初めての感覚ですよ。こんなに美味しいチーズモックはお店では出さないんですか？はい、やっぱり中華のお店なので家族会っていう形で、今後お店に出すか出さないか検討しますので、はい、ちょっとの間お時間をください。よろしくお願いします。頑張ってください、はい、ありがとうございます。お願いします、はい。老舗の中華屋さんが作った新食感チーズモック、とっても美味しいです。まだメニューには家族会議が必要ですが、これからイベントとかありますか？まだまだこれから11月に、産業祭り、それからカレーの町横須賀で出店しますので、皆様お待ちしております。皆さんぜひ食べに来てくださいね。以上、伊藤と中華末広ですのでがお送りいたしました。食べに来てください。チーズモック、美味しそうですよね。美味しそう。あのヨックモックとは関係ないかと思うけれどもそのチーズモックの形が、
あのハンモックに似ているということからそういう命名されたんですね。なるほど、はい、結構悩んだみたいな。皮はどんな感じなの？え、皮は外側はパリッとしてるんだけど、その、あの、のりで、のりっていうかパタンとしてるのりしろみたいなところはパリッとしてるんだけど、あとはふわってしてるんです。へー、あの生地がもう秘伝なんでしょ？そうですよ、半年間もかけて。何入ってんのかな、それは企業秘密なんですけども。そんなに半年もかけて作られてるのに300円っていう値段は最高だよね。なんでそんな気軽に食べる思い出があるの？いきなり。しかもあの中にマカロニが入っていて、そのマカロニっていうのがいい歯ごたえになっていて美味しいんですよ。ちょっとクレープっぽい感じ。そう、そうですね。で、いいな、俺3段階に味が楽しめるようになってて、チーズの味であったり、あとカレーの味がつけてあるお肉が最後に入ってるんですけど、その味が口の中で混ざり合うと、はい、美味しそう。え、ああいうイベントの時でしか食べれないんだ。そうなんです。お店では今回は特別に私がおねだりしてしまったんですけれども、普通はあのイベント会場で出されるもので、だから結構食べやすい形になっているっていう、 そういうのも考えて考えられたものなんですよ。これ城島さんとこのスープとも合いそうだよこれ。カレーフェスティバルって私も出店予定なので、じゃあ食べてみれる。いいですね、両方食べれるね。これはもう行くべきですよね。すごいね、大きなお店とかなくても全然こんな美味しいもの食べれるんだね今。はい、食べたいな。美味しいですね。食べてみよう。いや、気になるわあれ。味は絶対の保証付きです、ね、教えてください。それではそのチーズモックが食べられるイベントを紹介します。2つあります、横須賀産業祭り2008、こちらは日時が11月2日日曜日と3日の月曜日祝日ですね。9時30分から、16時まで、会場は三笠公園です。でもう一つのイベントが横須賀カレーフェスティバル、日時が11月15日の土曜日と16日の日曜日です。時間は10時から15時30分までです。会場は同じく三笠公園です。あの小雨だと欠航されて、好天だと中止だそうです。で詳しいお問い合わせは、住所は、横須賀市安浦町2-25、電話番号が046-825-9284、中華末広さんまでお問い合わせてください。イベント情報など実際にいつ売られるかっていうのをこちらでお問い合わせしてみてください、ね、あとは続きはウェブでお願いします、うん、流行ってないよ、流行ってない、流行らしたかったんですよね。はい、まあでもね、あんな気さくなお父さんだから、うん、ね、ちょっと中華料理も食べてみたいな。あ、私ちょっと食べたんですけど、中華料理も食べたの？当たり前じゃないですか、私は大食いですよ。でお土産もチーズモックを6つほどいただいたんですけれども、私は今日の収録日まで全てのご飯にチーズモックをつけました。なんでさ、今日までさ、取ってくれなかったの？もうないんだ、今日の朝までは私の家にあったんですけれども、もう私の胃の中に。この前にどっか遊んだのになんでくれなかったの？本当にくれないんだよ。食料はあげられないよ。はい、あいつは自分だけでも生き残りたいって。はい、私は生き残ります。はい、はい、伊藤さんありがとうございました。